あ、扁平履いてるんですね。新年が長かったね、みたいな。おお。USB の、うん、違うじゃないんですか。はい、あ、はい、普段乗らないで。そうそうそう、すみません。
ったやつですか。バレました。あ、これこれ、ね、そうですそうです、これ何ですか、バレましたって。いや、違うんですよ、いろいろ変えてて、マフラーも変えたし。あー、はい、今回の色も。でももう何でも作れるじゃないですか、こういうのも全部。そうですね、そうですよね。あとあれ、ああいう後ろ行けない行けないあ、ほら。
わぁ、そんなにひどく、こんな燃えたの、あのうわぁ、しかもこのね、2回目走った時に亡くなっちゃった、あらぁ、燃えちゃったんですね、みんな写真撮っちゃうんだ、いやぁ、どうやって消したんですか、また閉まります、閉めたら消えます、この綿がもう中燃えちゃったの、ボー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 、それだからもう一回出して最初そこしか燃えてなかったんで、でオラーって出したらとんでもない、今度はキャブの周りとかにハマった時ね、確かに、うわこれピッタリだ、これじゃん、ジュノー乗ってる人あんまりいないんで、いやいないですよ、というわけでアーリーラビットミーティング埼玉でした。うさぎ神社にやってきましたよ、お参りしました、雨降られないように帰るけどお昼も食べたいなたくさん集まりました、何台かな、とても楽しい日曜日の朝でした、それでは皆さんごきげんよう、またね、旧車屋さんにパンヘッドが走れないのは間違いない。